今日はラッパ随線を書いてみたいと思います。黄色のラッパ随線ですね、紙はホワイトワトソンを 1P サイズですね、ちょっと細長いサイズに切っています。絵の具はホルベインです。キナクリドンレッド、ガーボンジーノーバ、レモンイエロー、サップグリーン、セルリアンブルー、コバルトブルー、バーントアンバー、以上7色で描いてみたいと思います。じゃあ早速ね、下絵を描いていきますね。このラッパ随線の構造なんですが、中に、ラッパの部分、そして中1、中2、中3、外1、外2、外3、計6枚の花びらが開いています。で、おしべめしべもね、奥の方にこうあるわけです。正面から見ると見えるんですけど、ちょっと斜めから見るとあんまり見えないねっていうことになりますね。はい、真ん中にね、ここが絵の真ん中です。で、ちょっと細長いサイズですので、少し上めにね、真ん中より少し上めに真ん中の主役、左下から茎が出て、ここに1輪、そして2輪目はこちらへ、少しね、下向きに、そして3輪目をこちらから持ってきて、こういうふうにね、ちょっと上目に持っていきます。で、葉っぱはね、適当につければいいと思うんですけど、あたりにつぼみをね、1輪持ってこようかなと思いますね。なので、場所としてここですね。そしてつぼみっていうことになります。薄く皆さん書いてくださいね。で、ちょっとね、この丸が濃いと後に全部残っちゃいますので、薄めておきます。はい、花の構造です。で、ここから皆さん出ていますよっていうことで、ラッパの横の部分です。そしてラッパの外回りですね。かなりね、大きな開いてる感じです。ね、すごくね、ギザギザが不規則な感じですよね。で、ここにこのようにちょんとこうおしべめしべが見えています。そして、中1、中2、中3、そして外1、外2、外3、そして、こっからこう茎が出てるよ。じゃあこっち行きますね。これちょっとね、こちらのがちょっとすぼんだ感じですので、こっちを見ながら描いていきますね。これはちょっと真横向きでもいいのかなと思います。こういうふうに出てきて、ここを通って、外1から外2、外3は見えません。それからここに中1、中2、中3がちらっと見えてるっていう感じですね。で、ラッパの部分がこんなふうにね、ギザ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 出ています。っていう感じです。向こう平もね、ちょっとだけ見えていますね、このギザギザがね。ちょっとね、こっちとこっちが不揃いですので、こっちをちょっと長くしておきます。それからこっちへ移りますよ。これは少しね、後ろ向きの方がいいのかなと思いますので、ここの鞘をちょっと描いておきますね。この鞘はあってもなくっても、どちらでもいいかなと思います。ここからこういうふうに持っていきますね。で、鞘のところから外1、外2、
外3がちらっとここへ見えてますね。そして中1、中2、中3。そしてラッパの部分がちょっとだけね、ちらっとこう見えています。ね。それからつぼみです。つぼみがね、ちょっと手に入らないんです。大きなつぼみがね。まあ、だいたいこんな感じですよ、っていうことで、こんな風にね、書いておこうかなと思います。こんな感じですね。ちょっとここはみ出した方がいいかなと思いますので、しっかりはみ出しておきます。ね。で、葉っぱはね、もう後からね、絵の具で描いた方がいいかなと思いますので、これ以上描きませんね。で、ちょっと濃いめにね、えどっておきます。わかりやすいようにね。こんな感じです。まあ、ここはね、こういうふうにこう、ここまで見えてたよっていうことになりますね。はい。じゃあね、早速ね、色をつけていきたいと思いますので、一旦ね、ちょっと鉛筆の線を薄くしますね。今日はレモンイエローをね、主役の色にしたいと思います。レモンイエローの純色ですね。しっかり溶かしますよ。で、ここですね、外側に持ってきます。まず、こんな感じです。で、こちらは、まあ、中を塗りますね。まあ、少々はみ出ても全然気にしないで塗ってください。で、水筆でぼかします。しっかりぼかしますね。で、まだ濡れている状態でこの色にサップグリーンを足しますよ。ね、明るい緑色ができました。それをここの下、まあ、葉っぱ茎のある辺ですよね。この辺りに投入します。で、さらにこれもしっかりぼかしますね。しっかりぼかしておいて、取ります。ちょん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 とね、取ってください。境目がね、わからないようにするっていうことですね。で、これで一旦乾かしますね。はい、乾きました。ここで花を塗らないで、葉っぱをね、塗りたいと思います。で、葉っぱはね、まあ、下絵として描かれても大丈夫です。ちょっとね、いきなり筆で描くのはちょっと抵抗感がありますよっていう方はね、ちゃんと鉛筆で描いて色を塗ってください。で、色なんですが、サップグリーンはだけではちょっとあまりにも綺麗すぎますので、セルリアンブルーですね、バンタンバを入れてちょっと濁らせます。で、暗いところの葉っぱ、もしくは奥の葉っぱについてはコバルトブルーを塗るといいかなと思いますね。もうちょっと青っぽくしますよ。はい、だいぶ青くなりました。で、まずね、ちょっと茎を入れておきます。これの茎がここへこう出てきてるわけですね。そしてこれの茎がこちらへこういうふうに出てきています。そして、この茎です。この茎がこちらに出てきていますね。そして、つぼみですよね。このつぼみの茎が、まあ、この辺りを通ってこう出ているかなと思います。で、まあ、葉っぱもね、まずね、右の方はちょっと明るい色にしますね。この辺りから出してみます。ここですね。そしてこの中を通ってこちらに出てきますよ。ちょっとね、細めに描いておきますね。
そしてもう一個同じ方向に出ました。ここで一旦ひっくり返ってこちらに降りてきました。先がね、結構丸いんです、この葉っぱね。なので、あんまりとんがらかせると違うよねっていうことになります。で、ちょっと暗くしますよ。セロリンをたくさん入れますね。で、ここですね。ここの中を通って、こちらへ行きます。こうですね。下の方はね、ガッチャンしますので、まあ、にじんでも、まあ、問題はないですね。そして、今度はこちらです。ここですね。ここを通って、ここの中を通って、ここへ出てきて、さらにここに出てきて、ここを通って、ここを通り、ここへ出ました。っていうことですね。まあ、あんまりね、糸のように細いとちょっと困るので、まあ、それなりの太さにはしてください。で、ちょっと明るめのもね、こっちちょっと足しておこうかなと思います。ですね、こういうふうに、ちょっとこの辺出したいですね、こういう感じでね。そうすると、まあ、ここら辺りを通って、こういうふうに出てくるだろうなって、まあ、かなりね、錯綜してきますよね。で、ちょっとね、コバルトブルーの暗い色をちょっと入れました。で、ここですね。ここです。ここを通って、この奥、この奥っていうことです。と、さらに、ちょっとね、ここが平行感がありますので、もう一本ね、ここにちょっとね、立てた感じで、こういうふうに持ってこようかなと思いますね。さらに、ここを通って、ここを通って、こう。だいぶ錯綜してきましたのでね。それからこちらへ1枚っていうことです。ね。随分錯綜してきました。で、これで一旦乾かしますね。はい、それではね、花びらへ移っていきたいと思います。ですね、額がありませんので、こうやって見ていくと、茎の緑の部分が次第にこう黄色へ変化していくっていう感じになっています。根元ですよね、花びらの根元にはちょっとね、緑を入れておきます。ここをやってみますね。で、1枚開けて、今度こちらです。ここに置きます。それを水筆で先端に向かってしっかり伸ばしてください。こんな感じですよね。はい。そして、これが乾かないうちに、レモンイエローを入れてみますね。まあ、つながるようにですね。入れてみます。で、またね、これを先端まで持っていかないで、必ずここでまた水筆でちょっとぼかしてください。ね、はい、そして、今度こっち行きますね。いきなりね、そばをやっちゃうと、まあ、全部つながってしまいますので、なるべくね、離れたところをやっていこうかなと思いますね。ここにね、ちょっと鞘がついていますので、鞘を避けて、ここですね、ここに入れますよ。水筆で伸ばしますね。そして、ちょっと先っちょの方にレモンイエローを入れておきます。ね。こんな感じです。それから、じゃあ今度こっち行きますね。緑を、この花びら行きますよ。中1枚ね。ここの付け根に置きますね。
それを水筆で伸ばします。乾かないうちにレモンイエローを投入しますね。ちょっとこの辺はね、白く残されておってもいいかなと思いますけどね、光の当たった方にちょっと白い部分も欲しいかなと思いますね。こんな感じです。じゃあ今度こっちね、1枚開けてこっち行きますよ。付け根にちょっと緑、ついでにここもやっときましょうね。ここに緑、水筆で伸ばします。続いて、レモンイエローをにじませます、ね、ちょっとこっちはね、暗くってもいいかなと思いますね。こんな感じですね。はい、じゃあ次ここに行きますよ。次々にね、離れたところ離れたところを入れていきます。ここですね、ここ鞘がありますので、鞘を避けて緑を入れました。水筆でぼかします。そしてレモンイエローを続けてぼかします。ね、これも先端までびっちり入れない方がいいかもしれないですね。はい、じゃあ今度次ここですね、緑を入れます。ね、ここちょっとね、鞘の向こうにちょっと見えるんで、これ入れときましょうかね。水筆でぼかします。はい、レモンイエローをにじませますね。はい、でこれで一旦乾かしますね。だいたい乾きましたので、続いてやっていこうと思います。同じことの繰り返しになりますね。次にここです。ここに緑、水筆でぼかし、レモンイエローを投入。同じことの繰り返しになりますね。これはね、ちょっと先端まで入れときましょうか。はい、今度ね、ちょっとこっちへ回り込みますよ。ここ緑ね、乾いてますのでね、もうにじみませんから大丈夫です。はい、ぼかし、レモンイエロー。でここはね、あんまり先端まで入れない方がいいかなと思いますね。一番明るいところですので、途中でね、白地に移行するっていう感じにしときます。で今度はこちらです。緑、はい、ぼかし、そして、レモンイエローっていうことですね。これはね、こっちはね、最後まで入れてくださってもいいかなと思いますね。はい、今度はこちらいきますよ。緑ですね、緑、ぼかし、レモンイエローっていうことですね。はい、それから、こちらです。緑、ぼかし、レモンイエローね。はい、からここの葉っぱ、花びらに行きますね。ここちょっとだけ緑を入れますね。でちょっとだけぼかします。はい、レモンイエローを入れます。ちょっとこっち側はね、白く残しててもいいのかなっていう気がしますので、ちょっと手をつけずに置いておきますね。これで一旦乾かします。はい、乾きました。ここの鞘ですね、これをちょっと入れときたいと思いますね。
で、これは薄いね、褐色っていうことなので、バンタンバーに少しだけセルリアンを混ぜて、まあちょっと灰色っぽい色にしますね。これを薄くします。なるべく薄くしてください。そして、まあ線描でちょっとね、行ってみたいと思います。結構ね、シワシワしてますね。もう乾燥しちゃって、こうシワシワシワとなっていますよね。なので細い線で筋目を入れていきます。はい、それからこちらですよね。こちらもしわしわとね、細い線で雰囲気をね、出したいかなと思いますね。で、ここもね、ここ緑でね、グラデーションさせておこうかなと思います。自然にね、緑にこう変わっていくよっていう方がいいのかなと思いますね。はい、それから今度は中のラッパに入っていきたいと思います。レモンイエローにガーボンチーノーバーを足します。ちょっとね、あったかい黄色になりました。これを根元に置きます。そして水筆で先端に向かって伸ばします。で、フリフリっとね、ギャザーがこうついてるのは、これはね、線描でね、描きたいと思います。で、同じ色で、ここの付け根ですね。これはね、ちょっともう、ひっくり返ってるここの部分まで持っていきますね。はい。それから、ここですね。後ろ向きですので、あんまりたくさん見えてないんですけど、まあ、ちらっと見えてるよ。ということで、こちらへ水で伸ばします。それからこの中ですよね。この中に、まあ、ガーボンチをこっちは多めにしてください。白くおしべめしべを残します。で、水筆で先端に向かって伸ばします。ね、こんな感じですよね。ちょっとね、ここは始末をしておきます。はい、それから、ここね、ちょっと塗ってないので、ここを、そうですね、これはレモンイエローを少しグラデーションさせますよ。ここです。ここですね。で、先端に向かってちょっと伸ばします。それから、この花びらですね。この花びらがまだ手つかずですので、これもここにレモンイエローですね。で、先端に向かって少しグラデーションさせます。あとはそうですね、ここはちょっと手つかずですので、ここはね、ちょっと裏返ったところっていうことですので、まあちょっとレモンイエローを少しだけ入れておきますね。こんな感じでね。まあ後で線描すればね、もうちょっとはっきりしてくるかなと思います。はい、これで一旦乾かします。はい、乾きました。それではね、ここでちょっとね、緑が勝ちすぎているので、少し緑をね、薄めておこうかなと思います。この辺りですね。ちょっとお水でこすって少し抜きますよ。こんな感じですね。で、今取りました。そこへまた新たにレモンイエローをちょっと差し込んでおきます。
黄色の花にならずに緑の花になっちゃうとちょっとまずいので、黄色をね、たくさん入れておきたいかなと思います。ここちょっとね、忘れていましたので、ここにもね、こちらの主役の花の花びらがここに1枚ちょろっと出てるんですね。ちょっとね、こちらとガッチャンしてますので、もうちょっとこっちをちょっとね、削らないといけないかなと思います。ここですね、ここちょっと削りますよ。はい、後で乾いてからまたね、はっきりさせようかなと思います。で、ここでちょっと全体を見直していきますね。そうすると、ちょっと黄色が弱い感じがしますので、レモンイエローをこの上から新たにもう一回かけておきます。そして水筆でしっかりぼかしますね。ぼかしました。そしてここでちょっとね、味付けをしたいと思います。あまりにもね、ちょっと色味の幅が狭くって、落ち着いてはいるんですけど、ちょっと物足りない。なのできな栗丼レッドですね。これにセルリアンブルーをちょっとだけ入れます。もうちょっと入れましょうかね。こんな感じですかね。はい。これをこういうところです。ちょっとセルリアンが足りないかな。こういうところですよね。ちょっと入れました。しっかりぼかします。これ単なる味付けですので、あんまり深い意味はありません。なので、ほとんど取っちゃうっていう感じです。なのであんまりね、頑張って入れる必要はありませんね。ちょっと味付けをしてみましたっていう感じです。ね、しっかりぼかしましたよ。で、ほとんど取っちゃいます。こうやってね、ポンポン押さえていって、かすかに残るねっていうぐらいが上品でいいかなと思います。はい、いくらかね、色味の幅が広がりますので、ちょっとだけこうにぎやかな感じになりますよね。で、これでね、あと染料を入れていって完成っていうことになりますね。ちょっと一旦乾かします。はい、それでは乾きましたので、次の段階に入っていきたいと思います。で、ここでですね、ちょっとこの辺の隙間が気になりますのでね、詰めておこうかなと思いますね。で、葉っぱもね、乾いてない状態で描いていますので、隙間とか歪みですよね。こういうところがところどころに見えますので、つながるようにやっておきますね。ここはね、ちょっと軸が細すぎますので、少しね、明るい色で太くしておこうと思います。こういうところもね、ざっくり描いていますのでね、結構隙間やガタガタが目につきますね、どうしてもね。そういうところをちょっとずつ手を入れて、丁寧に修正しておこうと思います。ここもね、隙間が、にじまないようにちょっと隙間を空けておいたわけです。なので、
乾いた後に、こうやってね、なだらかにしておきますね。こういうところもね、ちょっとした隙間がね、ちょっと雑然とした感じになりますので、なだらかにね、詰めておいた方がいいと思いますね。だいたいこれで、きちんとね、詰まったかなと思います。ここですね、ここは本来隙間があるところなんです。なので、白地が残っていますので、同じレモンイエローでね、ちょっと詰めておこうかなと思いますね。からここの、赤紫をちょっと投入しましたので、ここの隙間も水筆でね、ちょっとこすって、あんまり隙間のね、雑然とした感じが残らないようにしとこうと思いますね。はい、これでだいたい隙間埋まりました。でここでね、ちょっとね、こういう白地のところの線描を入れておきたいと思いますね。で色なんですが、レモンイエローでやっちゃうとちょっと見えないので、ちょっとね、暗い色でね、細い線でやっていきたいと思います。ちょっとバンタンバーですね、これにコバルトブルーを入れて、暗い灰色を作りますね。それを非常に細い線でいきたいと思います。先を絞って、あんまりたっぷり含ませないようにして細い線にしますね。まずここですよね。ここちょっとやってみます。このくらい細い線がいいかなと思いますね。ここですね。まあ、鉛筆の線が残っているので、まあ見えてるわけですけど、鉛筆の線を消しちゃったら、まあ一緒くたになりますよっていうところですよね。ここもそうですね。からここです。全部をね、する必要はありません。それからここですね。そしてここ。それからこちらですよね。そして、ここです。ちょっとひっくり返ったところですよね。それからここ の花びらの先端部分がね、ちょっと一緒くたになってますので、それからここのつぼみのラインですね、これもうちょっとはっきりさせたいかなと思います。そしてこの裏に翻った花びらですね。からここの先端部分、ここですね。からここです。はい、大体こんな感じで分かるようになったかなと思いますね。で、ちょっとずつね、こういう、まあ、意味のないこういう線ですよね。こういうのは消しておきます。色が途中で、まあ、ぼかしきれなかったとこですね。そこをちょっとずつね、きれいにしておきますね。
それからここです。これね、花びらが広がってこういうふうになっているわけなので、ちょっとね、緑色で線描しときますね。ここで一旦翻ってこちらへ来ていますっていうことです。こんな感じですね。はい。そして今度中のね、ラッパの部分ですが、これはね、ちょっと茶色がかった色の方がいいかなと思いますので、同じ灰色でもちょっと茶色みを帯びた灰色のね、細い線をね、引いていこうと思います。これも太いところ、つまりフリルなので影になって、ちょっと太く描いた方がそれらしいなと思うところと、細く描くとこと、両方あった方がいいんじゃないかなと思いますね。こんな感じでね。そうするとなんとなくこう引っ込んだりこうしてるよ、フリルのね、ギャザーとかフリルの感じが少し出るわけです。だから同じ細い線ばっかりじゃなくって、ちょっとね、分厚いところも作るといいんじゃないかなと思いますね。ちょっと茶色みを帯びた方がいいかなと思います。からここのね、一番奥です。めしべおしべの周りですよね。そこを少しね、この同じ色で、ちょっとこういうふうにね、よく見えるようにしといたらいいんじゃないかなと思いますね。ここです。こちらのラッパの先端ですね。このギャザーを、フリフリと描いておきますね。ですね、それからちょっとね、筋目を立てていきたいと思います。こういうね、葉っぱだと、葉脈にあたるものなんですけど、これが、ちょっとね、同じ色だとちょっと見えないので、黄色、ガーボンジノーバですね。これに少しだけアンバーを入れて、ちょっと暗めの黄色にしてみますよ。これでね、ちょっと引いてみます、細い線をね。こんな感じですかね。非常に細いので、あんまり含ませちゃうと太くなります。なので、なるべく細い線で引いてください。場所によっては、緑の方がいいかもしれないですね。汚らしく感じるといけないので、細い緑の線でちょっとやってみますね。こちらの方はすっきりしてるかなと思いますね。ちょっとここもね、緑の線に変えておきますね。場所によってはね、ちょっと茶色みを帯びた黄色でもいいし、あるいは緑でもいいよっていうことでやってみてください。こんな感じですね。からこちらいきますよ。これもちょっとやっぱり緑のが爽やかでいいかな。こんな感じです。ほとんどね、見えない線を引くっていうことになりますので、あんまり強い茶色っぽい色よりは明るい緑の方があまり目立たないっていうこともありますしね。ここですね。ここも線を引いておきます。からこの裏返ったとこもそうですよね。ちゃんと線を引いておきます。はい。それから、ここのね、ギャザーです。ギャザーの暗がりをもうちょっとね、
黄色で引っ張っていきたいと思います。ここですね、こういうくぼみにつけた暗がりのところを特にね、こういうふうにするっていうことです。そしてここからまあこれももう水筆でいいと思うんですけど、細い線で引っ張る。そうすると、まあ、不揃いにしてください。あんまりこう規則的にやっちゃうとまずいので、これでね、ちょっとギャザーっぽくなりますね。でこっち側です、向こう平ですよね。でその中をちょっとね、暗い線で引っ張っておきますね。から外の線です。外の線はまあちょっと明るめのね、黄色でちょっと引っ張っておきますよ。はい、それから、ここのね、ここちょっと忘れてましたね、この花びらの線、これもちょっと緑でね入れておきます。それからこちらですね、ここのギャザーです。ここのギャザーをねちょっと入れておきますね。はい、これでだいたいできたと思うんですが、ここのね、さやの色がちょっとね、真っ白っていうのもちょっと困るので、この明るい茶色をね少し薄めて投入しときますね。こんな感じにね、ここもそうですね。はい、それからちょっとね、こちらあたりに、ここはちょっと真っ白なところが広すぎるように感じますので、ここはね、少しね緑っぽい色で、少し埋めとこうかなと思いますね。レモンイエローも足します。ここですよね、しっかりぼかしますね。はい、それでポンポンと取っておきます。ちょっともうほとんど取っちゃうぐらいの感じでいいかなと思いますね。ちょっとここのところのね、おしべめしべ、まあめしべはあんまり見えないんですけど、おしべですよね、ここのおしべがあんまりはっきり見えないので、もうちょっと影をねつけておきたいかなと思います。こんな感じ、ちょっと引っ込んだ感じになるかなと思いますね。はい、そしてここのつぼみの線ですね、これもねもうちょっとつけておきたいかなと思います。こんな感じでね。はい、じゃあこれでねサインを入れておきます。ちょっと茶色っぽくしますよ。はい、出来上がりです。